司令戦 C ローンチコマンダーシーローンチは、海上からゼニット 3SL ロケットを使って人工衛星を打ち上げる商用サービス会社である。1995年に米ロなど多国籍の企業による共同事業として開始されたが、2009年の経営破綻を経て、2016年現在はロシアの S7 グループに所属する。海上発射システムを採用することにより、 従来の地上発射の場合のような地理的、物理的制約を受けることが少なく、海洋上のあらゆる場所から打ち上げが可能となり、地上発射型に比べ経費を減らすことができる。特に赤道直下まで移動して打ち上げることにより、より効率的に人工衛星を軌道に投入することができ、静止トランスファ軌道に6.1トンを投入できる。打ち上げシステムは指令線。 C ーローンチコマンダーと打ち上げ、プラットフォーム、オーシャン、オデッセイの2隻で構成されている。母校は、カリフォルニア州、ロングビーチ。司令船、C ーローンチコマンダーも、同所で建造された。通信設備、発射管制設備のほかロケット整備用格納庫を有する。プラットフォーム、オーシャン、オデッセイは、石油プラットフォーム改造のものであり、 打ち上げ地点でロケットを直立させて発射する。2008年現在、シーローンチが世界で唯一の海上発射型打ち上げ施設であるが、概念は唯一ではない。1964年から1988年に、イタリアのローマラサピエンツァ大学と NASA が共同で、ケニア沖のサンマルコプラットフォームで人工衛星を打ち上げていた。打ち上げに使用する機体を、 陸上用に改良し、バイコヌール宇宙基地から打ち上げる、ランドローンチというサービスも展開している。シーローンチ連合は1995年に設立されたアメリカ合衆国、ロシア、ウクライナ、ノルウェーの企業による共同事業である。最初のロケットは1999年に打ち上げられた。ボーイングが運営している。2006年3月、 社長のジムマサーが会社を離れて、スペース X に社長として加わると発表した。2007年1月30日の打ち上げ失敗により、経営環境が悪化。2009年6月22日に10億ドル相当の負債を抱え経営破綻し、連邦倒産法第11章の適用を受けた。2009年4月以降、約2年半にわたって、 ロケットの商業打ち上げは中断されていたが、2011年9月24日、ユーテルサット社の通信衛星アトランティックバード7の打ち上げに成功し、商業打ち上げ事業に復帰した。経営破綻後は RSC エネルギアがほとんどの株式を所有していたが、2016年に、 ロシア最大手の航空会社 S7 航空を持つ S7 グループにより1億5000万ドルで買収された。C ローンチの打ち上げ、プラットフォームオーシャンオデュセイオーシャンオデセイ四、各国の4社が出資している。当初、ケイマン諸島に英国法人として設立をしたが、後にカリフォルニア州に本店所在地を移転し、米国法人となった。2010年に、 連邦倒産法第11章の適用を受け再建型破産をした後、株式の大多数がロシアの権益に買収された。出資構成を一家に示す。C ローンチ計画は1995年、ローンチカスタマーとして、ヒューズウェアクラフトが最初の10機とさらに10機のオプション契約を行い、スペースシステムズ、ロラールも5機の打ち上げ契約を行ったことで、スタートした。 1999年3月27日、最初の打ち上げが行われた。最初の商業衛星の打ち上げは、同年10月9日である。プログラムエラーにより、第2弾エンジンが早期に停止し、会場へ墜落した第3弾エンジンが早期に停止し、予定より低い軌道に衛星が投入されたが、後に衛星側のエンジンで不足分を補うことで、 予定軌道に到達した。発射台上で爆発し、打ち上げプラットフォームが損傷を受けた。原因究明と修理のため、打ち上げが1年間凍結された。後の調査で燃料ポンプに金属片が混入したことが原因と判明した。この失敗により打ち上げ事業が滞ったことが、経営破綻の一因になった。発射後に徐々に姿勢を崩し始め、25秒後に、 エンジンが自動停止して海上へ墜落した。ランドローンチはシーローンチの子会社であり、ゼニットロケットをバイコネール宇宙基地の45番車上から打ち上げる。使用されるロケットは2段式のゼニットマイナス2、SLB と3段式のゼニットマイナス3、SLB である。最初の打ち上げは2008年4月28日5時、GMT に、 ゼニット -3SLB で Amos-3 を正式軌道へ投入した。2回目の打ち上げは2008年8月21日にマレーシアのミゼット -3 アンペア通信 ASA を打ち上げる予定だったが打ち上げの準備中にクレームによって破損した。2回目の打ち上げは2009年2月26日にテルスター 11N を成功率に打ち上げた。ランドローンチは ゼニットマイナス 3SL を用いるシーローンチとは異なり、ロシア製の小型フェアリングを使い軽量化されると改良されたゼニットマイナス 3SLB が用いられ、ペイロードは静止トランスファー軌道を経由せずに直接、静止軌道へ投入される。高緯度からの打ち上げのため、シーローンチに比べ打ち上げ能力は6割程度の3.7トンとなっている。ありがとうございます。